の佐藤みちるです。28歳革職人やってます。去年日本から、台湾に移住してきて、今ゾンリーで革製品と衣料品のスタジオをやってます。レザーは今からだいたい8年ぐらい前から一応趣味でやってます。まあ、とあるブランドの革製品が欲しかったんですけど、まあ、当時のバイト代とかだとなかなか買える金額じゃなかったので、で、まあ、いろいろネットとかで調べて、まあ、自分で作れそうかなと思って、まあ、レザークラフトのそのキットを買って始めたのが始まりですね。まあ、作るときはもう考えてる余裕はないです。もう1ミリでもずれると作品にならないので、常に集中して一針一針心を込めて縫ってます。まあ、そう、今までは自分が作って自分で使って楽しんでたけど、まあ、今お客様に提供しているので、お客さんにいかに楽しんでもらえるかとか、まあ、そういう考え方の違いはありますね。楽しい。物を作ることは好きだから、まあ、苦痛ではないかな。まあ、たまにね、フリマの時とかね、職人店の前とか追い込まれる時はあるけど、まあ、それでは今のところはまだ楽しんで作っていけてるからいいかなと思います。Thank you.